ナイスと無料お願いします。ナイス押して最後ナイス。2313ラストお願いします。あ、ライト落ちたい。やるよ、せいさん。風呂上がったらつけるよ。お待ちください。お風呂上がったらつけますんで。イベラスなんでね。風呂上がったら11時にはつけるんじゃないかも。12時くらいやろうかな。これのイベラスは？これだったら勝てるでしょ。勝てる？うん。スタートダッシュに注力を誘うってこと。そっちの方がいいかも。通知何回も行くことになっちゃう。なんか一回切ってまたつけないといけないから。そうです。もう切っちゃっていいよ。いい。うん、じゃあ切り替えますね、皆さん。うん、サブイベラスって今これサブイベラスじゃん。あ、誠司さん？サブイベラスと？大丈夫なんじゃない？大丈夫でしょ。お金そうだったら教えて。うん、すぐつけるからよろしくお願いします。じゃあこっち一回終わりますんで、お疲れ様です。ありがとう。そもそもするの何を何を出ないと出ないとまずいよ。ドンツクドンツク、これだけ投げます。ありがとう。よっしゃ。なんだこれ、何エリア、ここ。あ、戻った。急に電波が。シャネルさんだ、すごい。モグリス、あなたは何柴田ですか？どういう話題になると首を突っ込みたくなりますか？あなたの特性を教えてください。掃除、料理、洗濯、喧嘩、夫婦問題、ね、料理、警察沙汰、属性教えて、属性。いろんなタイプがいるから。体調管理、料理が多いね。ガーデニング、あ、警察柴田か。警察芸柴田ね。美容柴田、お悩み相談柴田、犬柴田、キュウリ依存性型。まあそうだろうね。
さ。伊豆柴田さん結構厄介だね。料理とかはまあその時だけだからいいんだけど、ペット系柴田さん結構しつこいからね。マナー系柴田、ご飯の食べ方とか箸の持ち方とか、どっちが払うとかいや首を突っ込みたくなる話題ってね、人それぞれ違うから。あ、塩味が気になる、塩の入れすぎね。塩味柴田ね。すごいんだよ、納得できないことはもうずっと書くからね。駒井くんがツイート、緊急ですいません、いきなりですが明日で引退しますだそうです。お金返し行かないと。痛いか、痛い。最初行くか。何を引退か、パチンコだろどうせ。あいつのことだから。明日でゴッドイーダーのパチンコを打つのやめますってことじゃないの。ひねりがないからあいつは。絶対パチンコだろ。今日負けたんじゃないの多分。きゅうりの浅漬けの作り方、浅漬けの切ったきゅうりに浅漬けの素を入れれば完成だよ。シャネルさん懐かしい。柴田さんもいるからね。金の貸し借りにうるさい柴田さんもいるからね。マネーの柴田さん結構多いよ。貸しちゃダメ、貸しちゃダメ、貸しちゃダメ。あー、鳩飛ばしちゃう。柴田厄介だね。せいちゃん、誰々が今あんなことやってるのとかね。ちくり系柴田さんね。柴田もいるもんね。からと。帰ってきたぞ。今日は生産運転手。長丁場だ。おやすみなさいませ。おやすみ。いや、一番多いのは掃除と料理じゃない多分、属性で言ったら。赤田柴田ね。が下からとか、そういうのは家事系柴田だな。属性で言ったら料理掃除と一緒よ。
まもなく到着です。ナオコさんここらすこい。まもなくお家に着きます。パチンコやめるツイートだってそれ。騙されやすい柴田さんもいるからね、そういうのに。何回もあいつ同じことやってるのに、すぐ信じちゃう。小林くんが引退？引退する人って引退しますよね。騙されやすい。やめてもらいたいんでしょ。やめんなよ小林。大阪に行くからパチンコやめるだけでしょ、とりあえず。年齢はね、あんま関係ないんだよ、そこまで。キノコフレンズ。目が疲れてるわ、目が。眼底が痛い。目の奥が疲れてる。眼精疲労だ。目が疲れてる。とりあえずじゃあ水疑問があるのか。水疑問結構ねあるんですよ。明日出そうかな。はい。ララ。ララ兄ちゃん。ララ。ララちゃん、ただいま。おやすみなさい。あ、おしっこしちゃってる。ララちゃん。寂しかったの？ララマ。この中でおしっこしちゃったの？あら、あらちゃん寂しかったのか？寂しかったのかな？洗濯物増えちゃったな。しっこしちゃったか。お茶は大丈夫だけど、でも洗わないとやばい。洗濯物がやばいから3回回さないといけないこれ。やべえ。3回転行かないとこれまずいぞ。寂しかったんだろうね。ちょっと待ってね。3回回しても勝てないからね。ホイランだね。ちょっと拭かないと。なおこさんがすごい寂しかったな、あやちゃん。うん？一人で寂しかったの？うん？起きたら誰もいないから。うん？あやちゃん漏らししちゃったの？漏らししたの、あやちゃん。
うん、もらしい、うん、みなちゃん、もらししたの、ごめんなさいわ、もらししちゃってごめんなさいわ、ララちゃん、もらししちゃってごめんなさいわ、噛まないよ、もらししちゃってごめんなさいって、ララちゃん、うん、姉ちゃん、あら、遊びたかったの、ペチペチ、バニラ T シャツ見る？バニティ、バニティ、バニラ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 、高知牛乳、宅配ボックスに入ってる、バニラ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  T シャツ届いてない、まだ違うやつだった、これはなんだ、なんだこれ、これは何だ、お疲れ様です。ありがとう。多分明日かも。AirPods は不在が入ってた。あれね、本人のサインがないと受け取れないんだよ。Apple Store ちょ、あ、来てるやん。ニュータイプ。なんだ、不在って書いてあったのに。これでじゃあ Apple 製品明日全部売れるやん。揃いました。昨日のは何だったの？分かんない。揃いました全部。AirPods 2、 AirPods Pro 2、こまめに、そんな使わないもん俺、新幹線乗るときぐらいしか使わないからさ、タク
シーの中とか移動中配信してない時しか使わないし、家で使うことないからね。オッケー、これで揃った。全部タイプ C 全部揃いました。あんま使わない、移動中ばっかりだ。ケースは取っといた方がいいんでしょ。それでリスナーさんからいただいたものを果たしていかないと。いただきものね。お茶、タバコ、シャケクマナイフ、タバコ、ななちゃんのおやつ、これはななちゃんのおやつ、あやちゃんのおやつ、あやちゃんのおやつばっかりやん。タバコ、おんちゃ、タバコ、じゃあこれ冷蔵庫入れない。アナちゃん大人気だね。あやついっぱいもらったよ。アナちゃん大人気だ。
ガルッチ。ナイスしないの。イベラス、うん、しないって。あー疲れた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 。休憩も必要だよ時には。一回も休憩したんぐらい。うん、朝8時から休憩なしだね。やばない、バニラグループバニラグループ来たの。これ、いや、これ違った。これね、自分で頼んでた洋服、セットアップジャージ。何時間してんだよ今日。僕らはね、あそこも行かないです、うん、ちょっとね、大自然すぎた、あそこは。買うなら行ってよ、すいません。なんか上下セットが欲しくて。どこのメーカー？カナダグースです、これ。あ、カナダグース、カナダグースのセットアップ。カナダグースじゃ高いよ。セールだったの。いくら？売れない。6万ぐらい？もうちょっと。おーい。うざいなんて。セールだったんだもんね。無謀かよ。セールだったの。贅沢するなって。ズボンがね、サイズがちょうどいいか。サイズはなかった。マジかよ。あ、これ生理最期かもしれん、これ。え？ズボン。何？でかい。生理さんサイズかもこれ。俺 M 買ったんだけど S だとちっちゃいかなと思って。ズボンが大きいかもしれないこれ。生理さんにあげないといけないかもしれないこれ。これ何買った？ L？ これ M だけど外国サイズだから。ちゃんとウエスト見たんだけどな。こんな大きいはずない、ね。どうだろう、S でよかったのか俺。やっぱ S か俺。ダウン買った時 M だったから M でいいかなと思ったんだけどな。巻いてみ。でかいか。あ、でかい。でかい。ちょっと大きいかもしれない。ちょっとでかいけど大丈夫。うん、なんとか。なんとかなるよ。うん、取ればいいんだよ。デブカツ。デブカツしかないか。ちょっと大きいかもしれないこれ。 S が良かったんだ。うん、 S が良かった。どんだけ感じがしたいの M？ そうでもない。ありがとう、ひーさん。いいのこれ。ちょっと大きいけど、まぁ、あ、ちょっとゆったりめというか。普通？素材がいいからね。こんなに大きいのがいいからそうだよ。大丈夫かな。ブカブカには見えん。大丈夫。S でもいいね、S でも。どこに買うんだけど、最後。あった？そこだけ？うん。それしか入ってないのに？うん。8万ぐらいすんの？派手派手だもん、だって。ビッグロゴだったら。
ムニューズは誰も送ってくんないだもん。ムニューズ。でかいね、ちょっと。何日だったのこれ。これ3日。ここに送るから、ヤマト匿名便で送れるって。サイズがわからん。 M とかじゃない多分。欲しい物リストない。ズボンがね、ピタッとが良かったな。ピタッとズボンが良かったな。失敗した。フニューズ着たことがないからどれぐらいのサイズ感か分かんない。ナイスのお願いってできないですよね。誰に誰に。あのナイスやってんですよ、うん、ナイス、うん、分かってるのになんで言ってきたの。じゃあライスだったらいいよ。ライス、うん、ライスはいいよ。大盛りでも米不足でしょ。うん。ライス。ねえ、スイさんやってんのね。あらちゃん。骨切ってる。かじってる。骨。骨。うん。これの足の上で。うん。痛えな、なんか痛えな。足と一緒にかじってね、これ。ダブルで言ってる。なんか痛えな。ダブルで言ってる。痛えな、これ。足も一緒にかじってね、これ。痛え。一石二鳥。痛えな。足の指と骨一緒に噛んでる。痛えぞ。痛えって。痛い。ガムと一緒、噛み心地が一緒なんだよ、多分。ついでに噛んでるね。あー痛いな痛いな、うん、痛いぞ。痛いよ。なんか足やめて。あと何ポイント差なのこれ。2万ポイントさ、金塊。うわこいつ絶対モグモグ秋車も狙っとるやな。ギリギリの投げし絶対狙ってるやん。
ましたね。美味しいよ。ありがとうございます。あ、ママありがとう。まるでうちの旦那の日曜日の風景を見ているだっていう方はね、のお願いします。うちの旦那日曜日このままで動かないんだよねって、いっぱいいるわいっぱいいっぱいいっぱいいるわ。いっぱいいる。だいたいこうなんだろうね、どこのご家庭も。転んだまま一日中動かないんでしょ。疲れた。セーザーって一日中運転してたからね、疲れてる。気に入ってもらいましたでしょうか。うん、食べてたよ、ボーロ。ありがとう。ボーロ食べてたよ。イベントエントリーしとかないと。言えば100人エントリーしてる。メインキャスト100人もエントリーしてる。いや、ドッグラン10分で帰ったよ。10分で帰った。あまりにも環境が悪すぎて10分で帰りました。来たよ、お茶来て。来たよ。芝生じゃなくて土だった。土でぬかるんでて蚊がすごくてさ、虫と。あれはね、どちらかというと外で暴れる猟犬とか大型犬が遊ぶドッグランだったね。赤ちゃんがでかすぎた。バニーティーまだだったわ。明日来るのかな。あれ、あ、届いてますわ。ポストに入ってるわ。これ
ですね。安物の T シャツの生地だね。完全に2000円だからね。これがセイさんのユニフォームです。これ着てもらおうかな、一日ね、うん、これ着てもらおうかな僕のがね、こちらですね。こちら、かわいいでしょ、うん、こちらバニラ、これ2000円で売ってます、Amazon で。皆様ね、Amazon の方で欲しい方は Amazon の方でご購入してみてください。バニラ対策、うん、バニラで検索お願いします、うん、さあ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 、鼻の穴もさあ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 ほら、あかんで、シールは。QXL 頼んだんだけど、ちょっと大きかったかな、これ。ちょっと、大きかったかな、これ。あらちゃダメ。
かったかな、2XL は。ちょっとでかすぎたかな。まあいいんじゃない、外に着ていくわけじゃないから。教えんの、これは。せいさん風呂入ってほしいんだよね。風呂を出せないから。明日は段ボールの日だから忘れないように。段ボールの日、どのイベントに出るか秘密。寝ても疲れるぜ。アラちゃん、あかんで。さあ、何してんの。はい、30個桜もちゃん、ありがとう。かっこいい。俺も寝てないし、テイさんも朝からやってるしね。かなり今日は動いてる。朝5時に定時して、7時に終わって、9時に寝て、11時に起きたからね、俺は。データも朝8時からずっとやってるし。
195番夫婦っていうのはね、してあげてる、何々してあげてる、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 あげてると思うとうまくいかないんですよ。働いてあげてる、料理を作ってあげてる、掃除をしてあげてる、家にお金入れてあげてる、この気持ちがね、亀裂を生んで離婚するんですよ。お互いに足りないところを補う、それが結婚というものじゃないんですか、奥さん。奥さん、そうじゃん、アイテム投げてあげてる、課金してあげてると思うから思い通りにならなかった時にイライラするんだよね。何々してあげた、あげてあげた、買ってあげたね、そういうことですよ。これ売ってるよ普通に、どこでも。はいだね、はい。
棒はまだ入れてない、入らないんだよ冷蔵庫に。野菜室がいっぱいで入らない。入らないんだもん、だってどうしたらいいのよ。じゃあ前の分がまだ残ってるだもん、だって。段ボールの中にブドウが入ってる。入らないんだもん、だって。処分してるよ。古くなったもの。賞味期限なんか見つけてたよ。すべて管理できるわけないじゃん。完璧に自分が全部買ったものじゃないんだから、できるわけないよ、そんなこと。メロンだってあるしね、まだ。より先に果物食わないといけないんだよ。風呂入れないパターンだね、せいさん。洗濯終わっちゃうこれ。あと12分で。
言わんでいいことをわざわざ言う系柴田さんね、うん、ねえねえ田中さんがさ、あなたが出勤しないときにあなたの仕事が雑だって口吐いてたわよ。いやーねーいやーねー柴田さんのね、悪口言ってたわよ。ここだけの話。いるんだよ、どこの職場にも。どこの職場にもいるよ。ポンパーね。ポンパー。ポンちゃんの、まあ、これは飲みやすいけどね。レモンティーとか嫌いだから俺。もうちょっと待って。うわ、うんちしてる。うんこ廃かよ。やたら暴れるなと思ったら、うんこ廃かよ。もう暴れるかな。トイレットペーパーないやん。はみ出てはないけど、ないナイス。いや、イベント出るから起こすよ。ちょっとあの近海の2位と、もぐもぐの1位警戒しといてください。結構僅差なんで、ラスト5分警戒お願いします。両方とも差がないんでね。直子さんありがとう。こんにちは。コンビニに売ってるよ。コンビニに。セブンだって。セブン。明日はね、突発の予定はないですけど、今のところ、うん、明日はとりあえずその予定はないです。WBC の時物販並びながら配信してたよ。なんで？
毎日あくびをする。ゆっくり口を開けて、とても大きなあくび。カバさんのあくびはすごいねってみんなに言われる。きっと誰にも負けないよってカバさんも思っている。ライオンさんが来てカバさんに言った。とても大きなあくびだな。どっちが大きいか俺と比べてみようぜ。カバさんは言った。いいよ、絶対負けないよ。ライオンさんが、ああ。カバさんも、ああ。カバさんの方が大きかった。キリンさんが来て、カバさんに言った。すごく大きなあくびね。どっちが大きいか私と比べてみましょう。カバさんは言った。いいよ、絶対負けないよ。キリンさんが、おー。カバさん、10分か、過ぎかな。おいおい、エブちゃんラスクイレゴー、エブちゃんメラクー。お、出入り禁止になってる。オッケー、ナイス。下警戒しといて。下警戒しといて。ミラコ連発来るから。逃げた。ナオコさんナイス。せいちゃん2位になってる。いや、それは無理だろ。これは抜かれないよ。
それは無理。抜けないと思う。せーの、ななちゃん。今はね、日付変わってからお願いします。日付変わって、ゾウさんとブタさんはね、日付変わってからお願いします。出てからもったいない。今はサブ入れだけ。10個ナイス。ひさちゃんありがとう。ありがとうございます。マニキー届いたよ。かわいいやろ。回さないといけない。2周ワンチャン3回回さないといけないけど、今日は1回だけ干せない。ララちゃんのおしっこベッドもあるし、干すスペースがないですね今日は。やっぱナイロンだから。でも今日はちょっと 2時ぐらいまでしかできないわ。初日だけど、さすがに睡眠時間が足りてないから2時間ぐらいやろうかな。ちょっと3日貯めるとさすがにやばいね。
パンクする家事が。2日が限界だね、洗濯は。バスタオルがもうないもん。1日6枚、4枚使うからね、1日。いるのだから配信してたら無理じゃん、その日の流れがあるんだから。やりたくてもタイミング的にできない日だってあるんだよ。合わすのは簡単だけどね、押せない時だってあるやん。タイミング的にすぐ出かけないといけなかったりしたら、お風呂のタイミングだってあるんだからね。できない時だってあるっつーの。外には干さない、虫がつくから。外の匂いがつくし虫がつくから、あんま好きじゃない。ゾウはだから日付が変わってから投げて、日付が変わってから。12時回ってから一回付け直してからにして。ゾウさん何にも意味ないからさ、今投げても。だからメインイベントに出ないと反映されないの、サブイベントにプラスにならないからもったいないやん。せっかくあと20分後にイベント出るっつうのにさ、ランキングに関係ないところで投げたってもったいないでしょ。なんであと13分我慢できないの、なんでって。意味ないやんか今投げたって。パンが足りないかも。俺ん家の周りはカメムシじゃないけど、誠二さんの大阪の家とかすごかったよね。窓にさ50匹ぐらいカメムシついてたじゃん。戸建てよりやっぱ光に集まってくるから、マンションとかの方が来るんだろうね。マンションとか団地のね、階段とかやばいよね。高いとこに集まるんだ、カメムシって。
ラちゃんうるさいよ。明日の朝一でまた回さないと。明日段ボールの日。しかもゲーミングチェアのでかい段ボールがあるから明日絶対出さないとダメ。探さないとやばい。めちゃくちゃ邪魔になる。あらちゃんのお家はまだ洗わない。明日干せないもんだって。あら、さあラスト8分、逃げ切れるのか、逃げ切れるのか。いらっしゃい。ありがとう、直子さん。ごこあ、いった、ありがとう。よ、秋グルメや、いよ、見つかっちゃって見つかっちゃって、せっかく1位だから。直子さん、ナスコイ、ありがとう。今日はこれ1位取っときたい。もったいない。みことさん、ナスコイ、OK、ね、みことさん、ナスコイ、のんちゃんもナイス、ちいちゃん、みことさんもいっちゃう。いいよ、ナイス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 。みことさん、ナイス。オッケー、ありがとう。みことさん、ちなみにまとめて投げれるよ。ナスコイ、まとめても投げれるよ。個数増やした。なおこさん、ナスコイ、数を選択できるんだけど、今5個投げたじゃん。1,2,3,4,5 って投げたらグレイトっていう文字が出るんだよ。演出が変わるの。あさかちゃん、ナイス。まだ始めたばっかりですよ、みことさんって。そうそう、だからもう一回やってみて。5個買って1,2,3,4,5ってして投げたらグレイトって、それを10にしたらファンタスティックってなるんだよ。そう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 、なおこさん、ナイス。だからもう一回やってみて。
平日は何分に起こしたらいいだろう。58分。なお子さん怒らず来い。警戒しといてね。下警戒しといてね。下警戒しといて。12時からスタートするって言ったから。切るから切る。フェイさん12時になるよって。あ、起こせないっす。フェイさん12時になるよって。30個さくらんぼちゃん。フェイさん12時になるよって。日付変わりよって。みこたちゃんグレート。さあ痛い。さあ平さん12時になるよって。平さん12時になるよって。なおこさんここナイス。平さん12時になるよって。コトさんナイス。痛いの。ララちゃんはもう。 M ちゃんナイス。フェイさん12時になるよーって。999 M ちゃん。イベラじゃなくてイベント初日なの。ラストじゃなくて初日のことなの。痛いのもう。おこなおこさん。痛いね。金塊さん、やばい、金塊さん、抜かれてる、変なの来てる、なんか変なのが来てる、ギリギリじゃないやつ来てる、変なの来てる、ちょっと、やばい、あー、嘘だろ、ちょっと待って、おーい、あー、なんでやねん、おーい、4位になってるやしかも、はぁ、おい、あー、ちょっと秋グルメも抜かれてるやんか、おい、はぁ、えさ、12時なった、イベントスタート。そう、うん、12時なった。もうだからサブイベ嫌やねん。もう気になるやついるから、だから嫌やねん。サブイベもみ肌ナイス。嫌やねん。
たやん、もういいやん、また2位とランク外、もしかして、え、金塊ってランク外だったの今回、嘘、わ、もったいね、4位と5位、500点差やん、もったいね、いやー、4位やー、許さね、今抜いたやつ絶対メインイベントかぶせてやろう、仕返ししてやる、くなったら、いや君の財力にはかなわないと思うけど、俺はタヌキだからね、せめて銀か金で言ってよね、金持ちの人にざまーって言われたらしょうがないけどさ、ね、野良タヌキに言われてもね、ちょっと切り替えるわ枠。